まずやっぱり最初の仕事としてはですね、市民の皆さんにこういかに市政を身近に感じていただけるかと、この大事なのはやっぱり情報公開に尽きると思いますね。特にガラス張りの状態を作っていって、そのお金がかかる、お金を使う事業については指摘を受けないような予算案にするっていう段階から相当緊張感があって、職員さんが関わってくるわけですし、あとボランティアのポイント制度がありましたけども、これはよりの任期の中で慌てずいろんなご意見聞きながら必ず立ち上げていきたいと思っています。そのボランティア地域活動に関わってくれる人が今以上にたくさん増えて、1回2回で終わりがちだったボランティア活動が長く続くようにしていくことが大事なので、遠い先の話をすれば、その例えば東有馬三市二町で区政廃止なんかすればですよ、区制度が入れるわけですね。そうすると、将来的な話ですよ、東有馬市の区画が賢くなるということもあり得るわけですね。ですから、そういうことは遠い先のことに頭抜きながら、中核市になっただけでは大した権限が増えたりしないと思うんですけど、でもそれぐらいの遠いビジョンは持っていていいんじゃないかと思います。で、国からその権限財源の移譲とか待ってても、なかなか進まなかったっていうのは、もちろん実感しましたし、ですから、その病院の問題もありますから、医療の提供体制とか、ゴミのことも課題の上ですから、そういったことも、おかかりに攻撃的な、より効率な、できないかなというのを追求していく、その先頭に立つぐらいのつもりですね。